ニック・フライはイングランド出身の実業家、マネージングディレクター。自動車産業に携わり、大手、メーカー、フォードにおいて役職を務める。その後、F1 階に転身し、モータースポーツチーム、BAR、ホンダ、ブラウン GP、メルセデス GP の最高経営責任者を歴任した。1977年にウェールズ大学を卒業し、 フォードに入社する。セールス部門を経て、1978年に製品開発部門へ移動となり、12年間以上に、わたり、エスコートコスワースや RS2000 などのハイパフォーマンスモデルを含む、様々なモデルの開発に携わる。1992年には、フォード・ポーナイ・アストン・マーティンのディレクター職につき、d b ー・等を手掛ける。その後、デビッド・リチャーズに誘われ、 2001年1月にマネージングディレクターとしてプロドライブに入社。そこでプロドライブの成長に大きく貢献した。わずか4ヶ月で2001年分のオーダーを取り、ティックフォード社の買収を通してプロドライブをイギリスで有力な会社へと成長させる。この功績によりフライはグループのマネージングディレクターとなり、会社のエンジニアリングとレース活動の両方を監督する。 2002年1月にプロドライブの役職に加えて F1 チーム BAR のマネージングディレクターに就任し2004年末にはデビット・リチャーズに代わって BAR の CEO に就任した2006年チームはホンダの100%出資によるホンダレーシング F1 チームになったが CEO として留任した同年のハンガリー GP でホンダは初勝利を飾った 2007年にはロス・ブラウンがチーム代表に就任し、フライは商業面のマネージメントを担当した。2008年のホンダの F1 撤退発表以降、ブラウンと共にチームを買収する噂が流れたが、結局買収はブラウン単独で行われ、同チームは名称を改め、ブラウン GP となった。フライはチームに残留し、CEO 職務を継続した。2009年、 ブラウン GP はドライバーズコンストラクターズ両部門のチャンピオンを獲得した。2009年11月にブラウン GP がメルセデスベンツに買収されるとブラウンともどもチームに残留し、メルセデス GP と名称を変更した同チームで CEO 職を継続した。4年目となる2013年4月にメルセデスの CEO 職を退任し、 トトボルフが公認を務めることになった。その後は少なくとも同年末までコンサルタントとして営業面のサポートを続ける。その後はモータースポーツ界から離れ e スポーツの分野に進出。2018年にロンドンに本部を置く e スポーツ組織フナティックの商業戦略責任者に就任した。ありがとうございます。